なんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。スタタルアーカー、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣、ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、死ぬとか。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様、まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。次の試合までしっかり休んでおくんだな。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。もうおしまいだ。新しい雇い主を探すかい。新しい雇い主を探すかい。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは
初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。からの資格盗んだものは数知れず、アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、ここであったが、サフレッメン、うん、恨み、晴らさせてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ嫌がる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール模様の闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。うわ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディーファイト。調子に乗る。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかく
お互い決勝だな。かけるか。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん。でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。なかなかやるな。体をちゃんと休ませておくんだな。なかなかやるな。もう死んだふりしなくていいのか。もう死んだふりしなくていいのか。あら減った、あら減った。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、いや、まずは小柄ながら並み居る強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。Stop!
見せろ。意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。ひー、こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。
次が最後だな。そう願いたいね。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。しっかり準備していくんだな。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。ああ、やってくれちゃって。ひでえな。いくらしたと思ってんだよ。お前ら、こんなとこでぼーっとしてていいのか。ああ、やってくれちゃって。あんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリー。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。さあ、ついに始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇り悪魔の家。一体勝つのは
うちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。頑張るね。当たれ！攻撃攻防が
瞬たりとも目が離せません。来るか本気の一撃。私の出番。当たったらひとたまりもありません。ここから狙える。それ力押しで攻めるヘルハウス。そら防げるか。隙をつく攻撃も何のソロ。鉄壁の守りが再びハッフルを追い詰める。決まった。さすがのクラウド選手も大打撃か。遊んでやれ。この会場の熱狂すらも生ぬるい炎の魔人のお出ましだ。灼熱の効果は堅牢なヘルハウスさも焼き尽くしてしまうのか。ここでプレゼントタイム。ドンからの差し入れが届いております。気になるその中身は開けてみてのお楽しみ。
お食事タイムの始まりだ。はいはい、当たれ。大技を決めたのはエルファー。そっちは大丈夫。
楽しみはここからです。いいところから見せなきゃ。クラウド&エアリスチーム、これは痛い。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？運命の最後の砦だ。行くぞ。共に運命に抗ってみないか。